どうも、マリオ Z チャンネルです。チャオ、ベンベンズマリオ Z チャンネル。皆さん、昨日クリスマスでしたね。皆さん、クリスマスプレゼントいただきましたか？これはね、僕のクリスマスプレゼントです。今年はね、SH フィギュアーズですね。ベルセルクのシリーズです。今日はグリフィスですね。で、これね、エフェクトね、魂エフェクトの、バーニングフレームですね。レッドバージョンですね。これね、バンダイの復刻版になります。これはね。で、今年はね、この、ベルセルクの新しいシリーズ、出たので、これね、結構かっこいいです。これはね、まあ、次回の動画でね、これやりたいんですけれども、とりあえずはね、今日はね、ガングレビューやりたいと思います。じゃあ、これですね。はい、そうです。これね、デカレンジャーでございます。Allora, ragazzi, prima vi ho fatto vedere i miei regali di Natale. Voi cosa avete avuto per Natale? Nel prossimo video farò un review. Oggi andiamo a fare il review di questo Deca Ranger. これね、ちょうど20年経ちますね。2004年の、戦隊シリーズでございます。Questo è un Sentai di circa una ventina d'anni fa, nel 2004.E oggi l'andiamo a mostrare. これね、ちなみに、ホビーオフでね、この値段でね、安かったですね、1100円税込みでね、この状態で、まあ、電子入れて、大丈夫かどうか、ちょっと、確認したい、みんなと一緒に確認したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。じゃあ、とりあえずね、こちらに僕はね、電池入れたんですけども、まだわからない、動くかどうか。でね、それを取り出しましょうね。はい。で、allora andiamo a cacciare fuori, abbiamo messo le pile。これね、ジャンク扱いだから、まあ、パーツ足りないっていうことでね、じゃーん、かっこいいですね。デカレンジャー。はい。こんな感じでね。まあ一応武器、足りないっていうかね、ここのパーツね、足りないですね。ここと、あとはね、まあ、この武器は入ってますからなんですけれども、これもね、大丈夫なんですけど、あともう一個のね、足りないところは、ここね、ここはね、武器あるなんですけど、これね、剣ですね。ソード。こんな感じでね、こんな感じであるなんですけど、ここの、ない武器は、このソードのグリップですね、だったんですね。でもそれはもうないから、まあ、しょうがないですね。まあ、1000円のね、ジャンク扱いのものなんですけど、まあ、ロボットの状態そんなに悪くはないから、ゲットしましたね。こんな感じですね。で、まあ、これはね、あと、眼銃ね、眼銃もないです。その眼銃のパーツですね。これ一回取り戻して、こんな感じでね、収納できます。こんな感じでね、収納できます。まずはね、バラバラにしてからもう一回合体させたいと思います。とりあえずね、こんな感じね、バラバラにして、andiamo prima a disassemblare e poi facciamo di nuovo la trasformazione. Innanzitutto vediamo se le pile funzionano. これ、よし、取れました。これね、トラックと、こちらのこの飛行機みたいな、こんな感じですね。で、これはね、ここはね、ランディングギアもあります。で、これは、こうして、
こんな感じですね。で、これはね、トレーラーですね。かっこいいですね。こんな感じ。トレーラーになってます。で、こんな感じで。で、これね、このビークルね、かわいいですね。こちらもね、こんな感じ。で、これはね、一回、取り戻します。ロックで、ね。でね、こんな感じの、状態ですね。から、もう一回スタートしたいと思います。これ、ね、これはまあこの武器なんですけど、ちょっと一回置いとこうね。こんな感じですね。ビークルになってます。サフォルマチューネベイコリ。で、これね、合体するときはね、これの、くっつくのために、これをいつも使ってるんですね。テレビシリーズでね。これを、なんだっけ。こんな感じでね、こうして、ここ、アーム出てくるんですね。こんな感じね。こんな感じで、このアーム出てくるんです。で、これをいつも引っ張ってね、こんな感じで引っ張って合体させるですね。Queste braccia servono per afferrare questi due veicoli per poi farli agganciare nella trasformazione a robot. Ok, già, とりあえずこれは一回、取り戻して。まあね、ちゃんとね、状態そんなにね、悪くはないですね、ロボットの。Non c'è niente di rotto. Allora, già, 電池入れたので、ちょっと確認したいですね。これはね、スイッチオンにしましょう。反応するかな？お！反応しました。じゃあ、もしかしてね、大丈夫かもしれない。じゃあ、ここね、押します。お！見てください。大丈夫ですね、大丈夫そう。はい。じゃあ、これでね、合体したいと思います。じゃあ、まずはね、この、ロックね、外して、で、これもね、こうして、これはね、こんな感じにね、になるわけですね。あ、その前にね、ごめんなさい。これを、これもね、おー、いいですね。で、これね、合体のために、これもね、こんな感じで、手出しますね。こんな感じ。こちらも同様。手出して。で、あとはね、これですね。トレーラー。これはね、ここになる。こんな感じでね。で、こちらもね、こんな感じで、ランディングギア中入れて、これを、こうになるんですね。で、これもね、こうして、こんな感じですね。では、合体させましょう。まずはね、腕。こんな感じ。いいですね。で、足を。おー、ちゃんとね、音出ますね。おー、いいですね。よし、これで合体した。そしたら、これを押すと。おー、かっこいいですね。いい感じに。ま、ということでね、こんな感じ、やりたかったですね。本当にね、これ20年前の、戦隊系の、ロボットでございます。ロボット戦隊 di 20 anni fa。こんな感じですね。いいね。で、ちょっとね、カードみたいなんですけど、一回ね、ここ、オフにして、
お角なんですけど、頭はね、回らないですね。腕はね、ぐりっと回る。で、足もね、このぐらいね、こんな感じ。動くことできます。動くことできます。はい。こんな感じです。で、これね、まあ、この武器ね、これね、取り出しましょう。こんな感じでね、これはね、これを取り出して、ここね、取り出します。そしたらね、これは合体できます。ここで。こんな感じ。で、これね、持たせて、こんな感じでね。で、さらに、ここね、そうやってて、これを持たせます。まあ、これね、もう、残念ながらここグリップないんですけど、まあ、こんな感じでね。よし、こんな感じで、になります。これでね、レビュー終わらせたいと思います。今日のガングレブいかがだったでしょうか？もし気になっている方はぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ragazzi, con questo il video finisce qui. Il video di oggi finisce qui. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Mario Zetto Channel de sta. Bye bye!